みんなの意見に流されると稼ぎ損なう。儲けやすいタイミングっていつ？投資家なら個人もプロも関係なく知りたいはずです。その一つの答えが今回の格言です。それが、強気相場は悲観の中に生まれ、懐疑の中に育ち、楽観の中で成熟し、幸福感の中で消えていく。この格言の意味とは、まず市場が総悲観となった局面が強気相場の出発点になりやすいんです。そして先行きに警戒感や疑いが残るうちは徐々に上昇を続けます。警戒感が薄れ楽観的になった頃は相場の天井圏が近いんです。そして市場全体が強気で幸福感に浸っている時に上昇相場が終わることが多いんです。みんなが諦めモードや総弱気に陥った時こそ、実は大きなチャンスが潜んでいるというわけなんです。相場の上昇タイミングやリターンを上げやすい局面というのは、みんなの気持ちや思惑とは逆、あるいはずれることが多いです。多くの方、みんなと違う意見を持っていたらなんかつまんないし楽しくないですよね。でも投資家としては、実は一人ぼっちというのが一番安全なんです。例えばアメリカの投資 YouTuber のコメントを見ていると、ここ最近はずっと慎重な投資家、どちらかというと相場は下を見ている投資家が圧倒的に多いです。そういうみんなが警戒している時は逆に相場は下がりにくいんです。市場全体のセンチメント、皆さんの周りの人たちの意見に惑わされずに相場の居場所を冷静に観察することが大切というのが、この格言の意味するところ。相場のステージを冷静につかめ。市場に弱気派が多くなった局面こそが投資のチャンスと言えるかもしれないんです。例えば2008年秋にリーマンショックが発生して株価は暴落しました。ただ翌年3月に景気後退色が濃い中、株価は底入れしたんです。格言に習うと、市場に弱気や疑いがあるうちが買い場だったことが知られています。取り逃した経験は次に活かせる。今回の相場格言と似たものは他にもあります。例えば Buy when there is blood in the streets という格言もあります。日本語に訳すなら、街中に血が溢れるような喪失感こそ買いだ。さらに Stocks climb a wall of worry、 相場は心配の壁をよじ登るという格言もあります。つまり心配な材料があるというのは全く悪いことではないんです。これらの格言からわかるのは、やはりピンチはチャンスであったと同じように感じた経験がある人がたくさんいるということなんです。くそ、あの場面がチャンスだったのか、もったいなかっただけで終わってしまうと、次のチャンスも見逃してしまいます。目の前の相場や報道、みんなの声ばかり気にしていてはダメなんです。今の相場が大きなトレンドのどの辺にいるのか、まだチャンスはありそうか、そろそろダウントレンドが終わりそうか、今の相場がどのステージにいるのか、流れをつかむ冷静さが大切なんです。ショックの中にこそチャンスが隠れているんです。逃しても次があります。